土砂が流れ込んだ JR 関小線上空です。依然、雨水が線路を横切り、復旧作業は進んでいません。JR 北海道は、昨日の大雨で、関小線の川端駅と新夕張駅の間の線路の一部に土砂が流れ込みました。この影響で、今日も特急大空や特急都価値が全区間で運休するなど、 特急22本を含む合わせて29本が運休しています。JR は復旧に向けて土砂が流れ込んだ現場を調査しています。少なくとも明日までは運休が発生すると見込んでいますが、運転再開のめどは立っていません。